短い直線に入って後続は届くかどうか。残り 100m、 セタノキング抜けた。2番手はリバーセキトバ、セタノキングゴールイン、セタノキング1着、2着にはどうやらリバーセキトバ。これが地方の実力だ。セタノキング短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。残り 200m、 ファストフレンド余力は十分。さらに引き離していく。ファストフレンド差を広げる。2番手はノーブルグロー。ファストフレンドこの馬で決まりか。ファストフレンド今ゴールイン。段違いの強さです。ファストフレンド1着、2着はモリースノ。これは桁外れの強さだ。ファストフレンド4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのはブラックホーク。ブラックホーク先頭、2番手はマイネルクロケット。残り 200m、 ブラックホーク先頭だ。残り 100m、 ブラックホーク粘る。一気にスイートクレア、スイートクレア差し切った。スイートクレア、スイートクレア1着、2着にはどうやらブラックホーク。見事に勝ちました。スイートクレア、ブラックホーク2着止まり。しかしなんとか面目を保ちました。4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのはサイレンス鈴鹿。サイレンス鈴鹿先頭、ここから引き離しにかかります。2番手はビッグサンデー。サイレンス鈴鹿この馬で決まりか。完璧です。圧倒的な強さを見せました。サイレンス鈴鹿1着、2着はビッグサンデー。サイレンス鈴鹿見事トライアルを勝利。本番に向けて夢が広がります。
第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ここで先頭に立った前のトップガン、あと 200m 前のトップガン、後続を大きく引き離しました。後ろはどうだ、2番手はロイヤルタッチ、前のトップガン独走、前のトップガンぶっちぎりです。前のトップガン1着、2着はロイヤルタッチ、これが G1 馬だ。前のトップガン